my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. Just thinking we would do this until we couldn't do it. 皆さんこんにちは、セタカラです。前回トイレの床、クッションフロアを張ろうとしたら水漏れ。トイレから水が漏れてましたよね。一部床も腐っていたので、今回はトイレの水漏れの修理、そしてトイレのリフォームをとりあえず完成までしていこうと思います。まずは作業に入る前に作業の段取りの確認、そして準備をしておきます。もうそうなんですよ。トイレの修理は時間との勝負。もうトイレを外したらその間トイレに行けなくなりますからね。近くのコンビニまでは徒歩10分ぐらいの距離、結構遠いですよね。もう家でトイレが使えないって結構不安になります。もうなので一気にやっていこうと思います。まずはトイレの水タンクっていうんですかね、それを外していきます。トイレのタンクの横あたりに止水栓がありますので、マイナスドライバーで締めて水を止めましょう。止めたらタンクの水が空になるまで水を流します。この時手洗いの排水口から水が流れていないか確認をしておきましょう。念のためタンクの蓋を開けて中に水が入ってないかも確認をします。タンクの中結構汚れてますよね。タンクを取り外すのでこのタイミングで掃除もしてしまいましょう。水タンクが空になったら止水栓から給水ホースを外してしまいましょう。トイレの水タンクは便器とボルト2箇所で止まっていますので、これも外してしまいます。トイレが狭くてボルトを外すのに結構苦労しています。次はシポシポで便器の水を抜きます。水が抜き終わったら便器を外していきましょう。ボルト2本、木ネジ2本で止まっています。便器外れましたね。今トイレの水漏れの原因を探ってます。もう予想では床が貧弱で便器と床をつなぐフランジのダメージか、その間のパテの劣化が原因だと思っていたんですが、予想が外れました。床はしっかりしていてフランジも綺麗、ただしフランジと便器の間のパテではなくゴムパッキンの使用でした。ゴムパッキン自体は特に劣化をしていたわけではないので、噛み合わせの問題かなと思います。ゴムパッキンではなくパテで埋めれば水漏れが解消しそうです。ただすでに水漏れで床の一部が腐っているので、そこは貼り直す必要性があります。問題はフランジとパイプが接着剤でしっかり固定されていて外れないんですよね。もう差し込んであるタイプかと思いきやまさかの接着。もう想定外で道具や材料も用意してなかったので、新しいフランジは買ったんですけども、元々のやつを生かすことにしました。とりあえず腐った床を丸ノコでカットしていきます。ちなみに今回使わないんですけど、新しく買っておいたフランジはこれです。これを排水パイプに差し込んで床に固定をします。フランジを簡単に言うと便器と床を固定させるためのパーツですね。便器とフランジの隙間をなくすためにこのパテ、このドーナツ状のこうネチネチしたやつなんですけども、これを間に挟んで隙間をなくします。元々のトイレはパテではなくてゴムパッキンでしたので、今回はこのパテの方を使いたいと思います。多分これで水漏れが治るんじゃないかなって思います。床に開けた開口、せっかくなので床下にいつもの防風防虫塗料を吹きかけておきました。さらに床下の地面、土のところには防湿シートを敷いて、その上には床下調湿剤アイリスオーヤマの床下サラリを敷きました。木材を長持ちさせるためには乾燥が一番です。もう湿気とかで木材に水分を含んでしまうと腐りやすく、また虫がつきやすくなってしまいます。
ベタ基礎でない限りはこれくらいやっておくと安心ですよね。まあ、特に水回りには大事かも。床下はこんな感じになりました。もうここまでやるんだったらトイレの壁とかも壊して広くしたかったんですよね。昔の家ってトイレとか狭いですよね。まあ、あと便器も外すんだったら便器もタンクレスとかね、おしゃれなやつに変えたかったんですけど、やっぱりそういうのは高くて諦めました。代わりというわけではないんですけど、便座ウォシュレットは新品を買いました。もうここだけは新品にしたかったんですよね。温水洗浄便座、東芝 SCST160、 機能はオートダッシュ、気泡入りのお湯で優しくしっかり洗ってくれるエアインマインド洗浄、そして冬場にはありがたい暖房便座、もう最高ですね。ちなみにこちらは Amazon で 14,000 円くらいと格安で購入しました。取り付けは簡単です。まずは説明書をしっかり読む。トイレに電源が来ていればモンキーレンチとシールテープ、そして初めてやる作業に対しての勇気、もうこれさえあれば誰でもできると思います。僕も初めてですからね。まずは便器に便座固定用のプレートをつけます。あとは便器をカチャッとするまで差し込めば OK。 便座の位置はプレートの位置をずらして調整して固定をさせます。便座の右側にロック解除ボタンがあるので、これを押せばいつでも簡単に便座を取り外せます。水タンクと便座の隙間とか掃除がしにくいところ、ちょっと便座をずらすだけで掃除がしやすくなりますので覚えておくと良いかも。次は床を新しくしていきましょう。12ミリ厚の合板、床の一部が腐っていて切り落とした板をガイドにして墨をつけて丸ノコでカットします。パイプとフランジが接着剤で直結されているため、フランジの床にかかる部分をかわすためにカットした板を2つに切り分けて、パイプが当たるところを当たりをつけてジグソーでカットします。あとは床にはめ込んでビスを留めるだけです。はい、こんな感じで床を張り替えました。うまく収まったと思います。まあ、本当はもう一枚この上にベニヤを重ね張りしたかったんですけど、フランジが外せないのでとりあえずこのままで、まあ、このままでもしっかり強度は出ているので問題はないと思います。続いてはクッションフロア用のボンドを床に塗っていきましょう。もともと便器をつけたまま床を張り替えようと思っていたので、クッションフロアが便器の形でくり抜いてあります。クッションフロアの油剤がないので今回はそれを使っていくのですが、まあ、便器がねついていないこの状態であればパイプのところだけをくり抜いてクッションフロアを貼り、その後フランジを取り付けてクッションフロアに乗る形で便器を取り付けた方がいいです。ボンドが塗り終わったら10分から40分の間乾燥をさせておきましょう。ボンドが程よく乾いたら床を張っていきましょう。まあ、ローラーとかで圧着した方がいいんですけど、工具箱を見たらローラーが見つからなかったんですよね。まあ、どっかにあったはずなんですけど、まあ、どこかに転がっていってしまったので、もうハンドパワーで貼り付けていきました。まあ、少しずれてもボンドが乾くまでは微調整ができるので貼りやすいと思います。今手に持っているのがもともとついていたゴムパッキン、これを外してフランジにパテをつけて、あとは便器を乗せてボルト2本と木ネジで固定します。その後は水タンクを取り付けて、ウォシュレット、便座に付属されていた分岐金具と給水ホースを水タンク、便座にそれぞれ取り付けます。まあ、必ず取り付ける箇所にはシールテープを巻いておきましょう。これをしないと水が漏れてしまいます。
給水ホースを取り付けたら止水栓を開けて水を流し、水の流れる量と水が漏れてないかを確認します。バッチリのようです。ウォシュレットも問題なく稼働してくれました。あともう少しで完成。一度外したトイレットペーパーホルダーを取り付けてます。天板はクリアで塗っておきました。うん、いい感じ。いい感じじゃないですか。あともう一つ、トイレットペーパーホルダーの天板、タモの木材、これと同じ材料で窓の手前にも棚をつけます。ここに多肉植物とか置いたら良くないですか。ちなみにこれは奥さんが作っていました。あとは棚を取り付けたら完成です。とりあえず完成しました。すでに日が落ちてしまって映像がちょっと暗めなんですけど、かなり良くなりましたね。もう清潔感があって日中は明るくてかなり快適です。もうトイレは家の主役ではないんですけど、トイレに清潔感、快適感が感じられないとその家全てが台無しになってしまう大事なところ。そう、以前はこんな感じでした。だいぶ変わりましたよね。以前はクロスに嫌な匂いが染みついていて、もう何より全体的にダサい。トイレのリフォームはクロスを剥がしてペンキを塗って、ウォシュレット便座を変えて床を張り替え、トイレットペーパーホルダーも変えて、窓に新しく棚をつけました。そうそう、換気扇もつけましたよね。水漏れも多分治っていると思います。もうトイレが綺麗って本当に気持ちがいい。ということで今回はここまでですね。皆さん最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白ければ高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。チャンネル登録者数2万人突破、やった。皆さんありがとうございます。また今後ともよろしくお願いいたします。